こんにちは、カネコでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。あらっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、ありがとうございまして、本日の食材がこちら。あらっていうことでね、すごい魚を仕入れましたよ。こちらはアラっていう名前のお魚なんですけど、地域によってはクエのことをアラって呼ぶ地域があるんですけど、この魚は正式名称がアラという名前の魚でございます。まあ、見た目全然クエと違いますよね。で、以前こちらのアマゾンで評価の高い海鮮ボックスを買ってみたっていう動画、こちらでちっちゃいアラが出てきました。今回はそれの大きいやつ買いました。出てきたやつはこのぐらいでしたけど、もうそれのね、100倍ぐらいの大きさのものを買いました。なかなか売ってないんですよ。ずっと狙ってたんですけどね、ようやく買えました。お値段の方がちょっと10万円の方を超えてきますね。まあ、そのぐらいのお魚です。本当にクエと同じぐらい高級な魚です。で、この魚が美味しいんですよ。上品な白身でね。で、この魚は大きくなればなるほど価値が高くなって美味しい魚でございます。この魚は塩焼きがむちゃくちゃ美味しい魚というわけで、今日はこちらのアラを使って塩焼きは作りたいっていうのと、あとね、こちらいただいたんですよ。赤唐と青唐をいただきましたんで、なので今日は醤油ベースのタレに生の唐辛子をたくさん入れて、ピリ辛の漬け丼を作れたらなと思います。よし、ではさばいていきますか。で、こちらのアラなんですけど、お腹の方はもう抜いてくれてあります。エラも抜いてくれてありますね。すごく処理がしやすいです。よし、そしたらまず鱗を取っていきましょうか。結構このアラっていう魚はね、この魚体の割にはね、細かいんですよ。鱗がかなりびっちりついてます。でもとても剥がしやすいです。なのですき引きするより、まあ、鱗かきの方がこうね、取りやすいかなって思いますね。取っていきましょうか。ちょっとかなり飛び散る魚なんで、シンクでいきます。はい、では鱗が綺麗に取れました。でもどうしても鱗、このラインはね、やっぱ残りますね。白アマダイとかもそうなんですけどね。ここは後でピンセットかなんかで抜きましょうか。これがアラの顔ですね。僕ね、アラのこの顔好きなんですよね。ちょっとしゃくれてる感じね。で、このスマートな顔のくせに、こんだけのメタボボディ、僕を見てるようですね。よし、じゃあ頭落としていきます。よいしょ。わー、でもこの魚体はすごくいいな。この背中のこんもり具合と鎌の厚さ、素晴らしいですね。こいつはうまいわ。冬だったらこんなもん20万円ぐらいするんじゃないかな。はて、ちょっと待てよ。関節どこだ。うわ、関節入れても硬いな。人生で2回目です、この大きさのアラをさばくの。すげえ硬い。はい、頭が取れました。頭取れるとだいぶスマートになりましたね。そしたら鎌だけ取っちゃいましょうか。はい、取れました。ちょっと包丁研ぎ直します。はい、そうしましたら3枚に下ろしていきます。下に1本。あ、ちょっとね、冷やしすぎたかな。身が凍ってるわ。冷蔵庫でキンキンに冷やしておいたんですよね。ちょっと中央部が凍ってるな。慎重に慎重に。ほら、わかります？このシャリシャリって音、凍っちゃってますね。半氷って感じですね。うわー、でも油すごいな。いい魚だ。でも10万超えてくる魚はすごいな。ちょっとハサミでいきますね。凍っちゃってるんで包丁で難しいです。こんな感じですね。で、もう片身もおろしちゃってもいいんですけど、まだこれね、冷蔵庫で耐えれるんですよね。で、おろしちゃうと痛みが早くなっちゃうんで、もう片身はこの骨ついたまま残しておきます。で、これ大きい魚さばくとき、すぐ食べちゃう場合はいいんですけど、冷蔵庫でちょっと保管するよっていう場合は、ギリギリまで骨はつけておいた方がいいですね。3枚におろして骨取っちゃうと、身の全体が空気に触れちゃうんで、痛みが早いんですよね。特に青物とか光物、ブリとかサバとかアジとか、そこら辺ですね。冷凍しちゃう場合はいいんですけど、冷蔵庫でもう1日2日寝かしたいっていう場合は、骨ついたまま寝かした方がいいと思いますよ。そしたらまだちょっと中がね、氷気味なので、あと10分ぐらいしたら完璧溶けると思います。その間に漬けのタレを作っていきましょう。まずはボウルに青唐辛子と赤唐辛子を刻んで入れていきます。
今朝取れたやつを持ってきてくれたらしいんで、めちゃめちゃ新しいですよ。でフレッシュじゃなくても乾燥した唐辛子でも全然いいと思います。そしたらヘタのところはこう切っちゃって、うん、いい匂い。で種ごとザクザクと刻んでいきます。でボウルに入れると、赤も同じようにやっていきます。はい、こんな感じ。綺麗な色合いですね。そしたらそこに柚子ですね。柚子の皮をくるくるくると、で刻んでいきます。生の唐辛子と生の柚子の皮で、柚子胡椒みたいな感じのピリッとした香りの高い漬けを作りたい。これに醤油ベースの漬けは合うと思いますよ。ちょっとなんとなく柚子果汁も入れます。うん、この段階でもううまそう。うん、いい匂い。そしたら醤油だれを作ってこの中に入れていきます。でまずそこにお醤油ですね。お醤油をこんなもん 200cc ぐらいガバッと。次日本酒、日本酒を半分より少なめで、本みりん、本みりんも日本酒と同じぐらい、こんなもん。はい、これで漬けだれの完成ですね。でちょっとだけ火入れします。火入れした方が唐辛子の辛みとか柚子の香りがよりタレに染み出ると思うんで。これ今は僕思ったんですけど、あれだ、べっ甲漬けですね。僕の作ってるの醤油ベースのタレにこの唐辛子とか入れて辛みをつけて白身魚をつけるっていう、そういうね漬けの料理があるんですよ。知らず知らずに俺べっ甲漬け作っとった。鍋に火をかけてそこに入れていきます。うん、醤油の焦げたいい匂いだ。うおお、すごい、唐辛子の辛みがうわっと上に上がってきてる。これ相当ピリ辛、やばいこれは辛いわよし、このぐらいで火入れやめとこう。もう十分辛みは出たと思う。ちょっと味見してみよう。うおー、いいね、うまっ。でも辛いけど激辛っていう感じではないですね。辛党の僕がおちょっと辛いなって思うぐらい、ちょうどいい感じでございますよ。よし、そしたらこのタレは冷やしておきます。氷に、よいしょ、よし、これで冷やしておきます。そしたらちょうど溶けてきた頃なのでさばいていきましょうか。そしたらまず腹骨をすいていきます。そしたら血合い骨の上から割っていきます。でこっちが背中で、こっちがお腹ですね。でこの魚はお腹だからといってお腹の方に脂が固まってるっていう感じの魚ではないですね。背中もお腹もまんべんなく脂が回ってるっていうタイプのお魚ですね。まあそれ若干ここら辺はね脂乗ってると思うんですけど、背中の方も素晴らしいんですよね。わかりますか、この上質な脂。よし、そしたら背中の方を切り身にしていきましょうか。切り身にしてお鍋用とか塩焼き用にしていきましょう。このぐらいのサイズに。わあ、これね急速冷凍して冬まで取っとこうかな。鍋パで使いたいこの食材。本当に冬はもっと買えないですよこの魚。もう料亭とか高い寿司屋さんが全部持ってっちゃうんですよ。いくらでもいいからって言って。本当に買えない魚、そういう魚もあえて取り上げていこうかなと。最近ね結構言われるんですよ、高い魚ばっか紹介しないで庶民的な魚も紹介してくださいってよく言われるんですけど、僕ね結構意識して大衆魚と高級魚は半々ぐらいでやってるつもりなんですよね。なんか皆さんやってほしい魚とかありましたらコメント欄の方でぜひぜひお願いします。僕めちゃめちゃコメント欄見てますんで何でもリクエストしてください。はい、そんなこんなで切り身ができました。そしたらこちらは漬け用に皮引きましょうか。この尻尾の方でいきますか。尻尾の方って言ってもね、こいつはほんとね油あるんですよ。ほら、うーん、皮目もとっても綺麗。よし、じゃあ塩焼きはここら辺を2切れぐらい塩焼きにしましょうか。そしたら漬けはこのぐらいの大きさにそぎ切りでカットしていきます。
い、こんな感じ。そしたらこちらをボウルに入れて、先ほど冷やしておいた漬けダレをさーっと入れます。で、これで冷蔵庫でだいたい1時間ぐらい漬けていきます。はい、では1時間冷やしました。いい感じに浸かりましたね。何このうまそうな食べ物、これ染みてますね。で、これ以上漬けるとしょっからくなってっちゃうと思いますんで、バットに取り分けていきましょうか。はい、こんな感じ。そしたらこれを熱々のご飯にのせるだけ。その前に塩焼き焼いていきましょうか。切り身にお塩をさーっと振って、やべ、えい、くそ、完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。悔しい、卵黄割れてしまった。まあいいわ。これが、べっこう漬け丼と、こちらが、アラの塩焼き。まずは塩焼きからいきましょうか。こいつはうまいと思いますよ。でね、切り身なんで骨がないので、食べやすいですね。いただきます。ん？うまい魚だな。歯ごたえもね、すごくしっかりした身です。噛めば噛むほど旨味がジュワッジュワッと出てくるタイプの身ですね。で、あんだけ魚体が大きいんですけど、身の繊維が細かいんですよ。すごく繊細なお魚です。うん、うまい。で、この魚はね、こうやって柑橘系がすごく合うんですよね。ちょっとカボスをちょっと垂らして、うまい。いや、最近カボスに激ハマりしてるんですよ。めちゃくちゃうまい。カボスって香りもいいんですけど、旨味がすごいですよね。この柑橘はあんま他にないタイプの味ですよね。僕家だと、カボスをあったかいご飯の上にビューッと絞って、それで食べてますもん。結構ね、いけるんですよ、これが。最近そのぐらいカボスにハマってます。次こちら、べっこう漬け丼。まずは卵黄のついてないところからいきましょうか。こちらです。しっかり使ってますね。いただきます。めっちゃうまい、これ。うわ、ピリ辛。うまっ。あ、待って、これ大好きかも。これ、辛党の人、ぜひやってほしい。で、今日のこのアラの刺身がうまいっていうのもあるんですけど、味がいいわ。これスーパーのタイのお刺身とかでやっても、めちゃくちゃうまいと思う。これはうまいわ。夏にいい。ご飯とご一緒に。まあ、これはいい。だいぶうまいな。で、今日は、刺身を分厚めに切ったし、アラっていう魚自体油がすごかったんで1時間漬けましたけど、30分漬けでもいいかも、市販のお刺身の場合は。で、唐辛子の量はあのぐらい入れたら、辛いの好きな人にはたまらない辛さになると思います。辛いのが苦手な人は絶対食べれない辛さですね。結構辛いです。で、このフレッシュな唐辛子を使うことによって、唐辛子のこの爽やかな香り、これ乾燥唐辛子では出ないこのフレッシュさが味わえますね。うまいな、べっこう漬けいいよ。うまい。ちょっと冷やしたお出汁を入れて、お茶漬けみたいな感じにしてもいいかな。まあ、その場合卵黄いらんかったな。いきます。うん、あ、いいわ。
お茶漬けでもいいね。はい、ということで今日はこちらのアラのべっこう漬け丼と塩焼きときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、透明のやつ。今日は水です。今日は気分的にね、お水でさっぱりいきたいです。まあ、ビールもいいんですけど、ビールで水分補給をしようと思っちゃダメですよ。ちゃんと夏場はお水もしっかりとりましょうね。いただきます。いやー、夏だね。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は巨大なアラという魚を使って塩焼きとべっこう漬け丼作ってみましたけども、どちらもうまかったな。アラっていう魚はね、ほんとうまいですね。べっこう漬け、むちゃくちゃうまかったですね。あれはね、酒飲みにはたまらない一品だと思いますよ。今の時期フレッシュの唐辛子時期なので、お酒飲みの皆さんぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。市販のお刺身でもね、簡単にできると思います。はい、というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。